ランス・アームストロング、ランス・アームストロング、ランス・アームストロング、1971年9月18日対、本名ランス・エドワード・アームストロング、ランス・エドワード・アームストロングは、アメリカ合衆国テキサス州プレーの出身の、元自転車プロロードレース選手。ガンニノ馬まで犯されながらも、奇跡的に復活し、その後1999年から2005年にかけて、 ツールドフランスを7連覇した選手として世界的に著名であったがこの7連覇はドーピング問題により後に取り消された2002年にはスポーツイラストレーテッド氏の年間最優秀スポーツマンに輝き2002年2003年の AAP 通信年間最優秀男性アスリート2003年2004年の ESPN の SP 賞最優秀男性アスリート2003年の BBC 年間最優秀スポーツ選手賞海外選手部門の各賞を受賞しているが、これもドーピングで獲得したタイトルによる結果の受賞である。2005年のツールドフランス終了後に一度競技活動を引退し、ディブストロング財団の財団長として、ガンボ撲滅研究を進める一方、トレックの株主として、新型モデルの開発などに関わっていたが、2009年の ツアーダウンアンダーから現役に復帰。また、u 二十三の若手育成を目的としたチームトレックリブストロング u 二十三を創設、自らオーナーを務めた。二千十一年二月十六日、二度目の現役引退表明が彼自身により発表された。しかしながら、これはロードレースへの参加を控えるという趣旨であり、口述するように、その後は、 トライアスロンやマウンテンバイクを利用したレースに活動の場を移した。2012年8月24日によりツールドフランスの7連覇を含む1998年8月1日以降の全タイトルの剥奪とトライアスロンをも含む自転車競技からの永久追放の処分を課された。10月10日にはウサダがドーピングの調査報告書を公表した。これを受け 国際自転車競技連合は10月22日、スポーツ仲裁裁判所には上訴せず、ウサダの裁定を受け入れることを発表、ツールドフランスでの7年連続総合優勝、1999年から2005年を含む1998年8月1日以降のすべてのタイトルの剥奪が確定した。2013年1月14日、テレビ番組の収録において自らドーピングを認めた。 ランスの誕生時、父親はおらず、彼は母によって育てられた。母の自立の精神は、自分にも強い影響を与えたと彼自身しばしば、言及している。3歳の時、母の再婚により現在の性であるアームストロングを名乗ることになった。しかし、ケ譜フとの関係は、良好とはいかなかった。子供の頃は、 アメリカンフットボールが人気だったが、自分にはその才能がないと悟ったランスは水泳。そして、母が多忙なため、送り迎えができず、ジムとの行き帰りに使用していた自転車。それらを複合させたトライアスロンを最終的に始めることとなる。その身体能力は非常に高く、12歳の時から一般カテゴリーに参戦していたほどであり、16歳でプロに転向。 1987から88年は19歳以下のトライアスリートのランキング1位に輝き、1989から90年にはアメリカ選手権のスプリント部門で2連覇を果たした。この後ほどなくして自転車競技に専念することを決め、アマチュアサイクリストとして1991年のアメリカ合衆国チャンピオンとなったほか、バルセロナオリンピックのロードレースでも14位に食い込んだ。 ちなみにこの時金メダルを獲得したのがファビオカサレテリである。これらの実績を引っ下げて1992年にプロに転向。翌1993年アメリカチャンピオンになりツールドフランスを迎えた。第8ステージでラウル・アルカララと数人での逃げを決め、ゴールスプリントで区間優勝。数日後に監督の指令によりリタイアしたものの、 プロ転向2年目にして早くもグランツールでの勝利を収め、大気の片鱗を覗かせた。そして、同年オスロで行われた、世界選手権のロードレース種目では単独の逃げを決め、ミゲル・インドライン、オラフルード・ビッヒ、ヨハン・ムセウといった並みーる競合を抑えて優勝。21歳で、世界選手権という大舞台を制した快挙により、一躍世間から注目を浴びるようになる。 ちなみにこの年のアマチュア部門のロードレースの優勝が、後に公的主となるヤングルリッヒである。1995年は、前年2位に入っていたツアーデュポンで優勝したほか、クラシカ・サンセバスティアンでも優勝。クラシックスペシャリストとしての地位を高めた後、ツールド・フランスへ出場。途中チームメイトのファビをかさるテッディをレース中の、落ち車事故で失うという悲劇に見舞われながらも、 その3日後に、ファビオが1番取りたいと語っていたり、もういステージにて、優勝を遂げた。そして翌1996年もツアーデュポン連覇を、はじめ、パリニース総合2位、フレッシュワロンの優勝などの好成績を収め、一時は世界ランク1位を記録するなど成功は続いた。しかし、シーズン中盤以降はツールドフランスを途中棄権した、ほか。 アトランタオリンピックでも12位と、期待外れの結果に終わるなど目立った活躍ができなかった。体の不調を感じ、診断を受けたランスは1996年10月2日、医師から自分が清掃主要に侵され、すでにハイトノーにも転移しており、生存確率は50%であることを告げられる、ナイキによって2005人が発売されている彼のブランド、ニアトレック社、1、 2シリーズは、これが由来。清掃主要には、化学療法を施すのが、一般的だが、治療薬のブレオマイシンには、肺毒性があり、間質性肺炎を引き起こすなど、心肺機能を低減してしまう副作用があるため、プロの自転車選手として復帰することは、不可能になると判断したランスはこれを拒否。結局、インディアナ大学医学部で、心肺機能へのダメージは少ないが、 より過酷な化学療法を施し、さらに脳の新順部を切除することとなった。その後、幸運にも治療は成功し、症候状態となったという診断を受けて、トレーニングを再開。しかし所属していたコフィディスからは、再起不能とみなされて、事務的に解雇された。その後も、リハビリとトレーニングを続け、デビュー時に所属していたモトローラが、1997年に、 解散したのに伴い、新たに結成された US ポスタルサービスと契約し、翌年にプロとして復帰。初戦となったパリニースで以前のように動かない自分の体に苛立ち途中リタイア、一時はそのまま自転車人生もリタイアしかかる。妻やヨハンブリュイネールらの説得により、全米選手権をラストランとすることにしたが、そこで好成績を上げたことで本人のやる気も復活し、 同年のブエルター・エスパーニャで総合4位、世界選手権、タイムトライアル、同ロードレースでもそれぞれ4位に入り、復活をアピールした。山岳ステージの厳しさではツールド・フランスを上回ると、される同レースで、上位入賞を果たした子により、彼は、ステージレースを戦い抜く自信を持ったと言われている。ただし、1998年8月以降の成績は、 その後ドーピングによるものとして剥奪されているため、この年のブエルタ以降の成績は現在では無効である。1999年、ドーフィネ・リベルを総合8位、ステージ1勝で終え、好調のままツールド・フランスに出場したランスは、プロローグステージの個人タイムトライアルで優勝。そのまま、ステージ4勝を挙げて、総合2位のアレックス・セイレイに7分以上の差をつけて、圧勝。 ツールドフランス7連覇へ第一歩を記した。2000年も最大のライバルとみなされていたヤングルリッヒに6分以上の差をつけてツールドフランスに連覇。さらに2000年シドニーオリンピックでは個人タイムトライアルで銅メダルを得た。また、同年5月にはガンとの戦いと復活を綴った It's not about the bike 日本語題、ただマイオジョーヌのためでなくを出版。 アメリカをはじめ各国でベストセラーとなった。2001年はツールドスイスで総合優勝。ツールドフランスでは第8ステージで大逃げが決まり、一時は総合で35分差をつけられたが逆転して3連覇を達成。続く2002年もドーフィネ・リベレで総合優勝を達成し、ツールドフランス4連覇も果たした。2003年も同フィネ・リベレを連覇し、 ミゲル・インドラインに並ぶ後連覇の期待がかかる中で、ツールド・フランスに出場。しかしこの年は、ヤン・ウルリッヒが絶好調で、第12ステージの個人タイムトライアルでは、補給ミスからの脱水症状に襲われ1分以上も、タイムを詰められてしまう。さらに次の、第13ステージでは、ウルリッヒのアタックに、ランスがついていけずに遅れるという事態が発生。マイヨジョーこそ守ったものの、 第14ステージ終了時点で両者の差は15秒。さらに3位のアレクサンドル・ビノクロフとも18秒差というかつてない引きを、ランスは迎えることになった。そして次の第15ステージで、ウルリヒヒたちとアタック合戦を繰り広げていた。ゴール手前 9.5km 地点で、ランスのハンドルに、沿道の観客の持っていた袋が絡みついて、落ち車してしまう。 ウルリッヒをはじめとする集団は、紳士協定に乗っ取り落ち者したランスを待った。レースに復帰したランスは、待っていた集団に追いついた後、そのままアタックを決め、そのままウルリッヒらを置き去りにする。先頭を走っていたシルバン・シャバネルをも追い越し、ステージ優勝を飾り、ウルリッヒに40秒差をつけることに成功。個人タイムトライアルの第19ステージでは、雨の中必死に走るウルリッヒが、 ロータリーで落ち車し、タイム差を話し勝負が決まった。第20ステージはこの差を守り切って5連覇を達成した。また、この年にナイキと契約し、リブストロングプロジェクトとして、黄色のリストバンドを発売し、その売り上げを眼患者の支援に充てる運動を始めた。2004年は、天候不順や落ち車で、ライバルたちが次々脱落していく中手堅くタイムを刻んでいき、 後半の三角ステージで勝利を量産。チームタイムトライアルでの一勝を含む5勝を挙げて、見事総合優勝を果たし、インデュラインを超える6連覇を達成した。そして2005年4月、同年のツールドフランスを最後に現役を引退することを発表。危なげないレース運びで見事7度目の総合優勝を獲得し、これを花道に一旦現役を退いた。 その後、トレック社のアドバイザーを務めたり、チャリティー活動の一環で、ニューヨークシティマラソンに参加するなどしていたが、2008年9月に現役復帰することを表明。家族や親しい友人と話した結果、がんの苦しみに対する世界の人々の意識を高めるため、プロとしての自転車競技への復帰を決めたことを喜んで発表するというコメントを発表し、9月25日に、 アスタナチームへの加入が正式に発表された。2009年1月、ツアーダウンアンダーに出場して、現役復帰を果たした。同年5月には、ジロでイタリアに初出場。しかし、3月に出場した、スペインのレース、ブエルター・カスティーリア・イレオンで、落ち車死者し鎖骨を骨折した影響か序盤は、調子が上がらず、第5ステージで大きく遅れて、マリア・ローザ争いからが辛く。 その後は、チームのエースであるリーバイ・ライプハイマーのアシストに徹する形となり、自身は総合12位となった。なお、落ち車した時の集団復帰には、エースのライプハイマーがパンクした時の倍近い人数のアシストたちが集団から降りてきてサポートしていた。2009年7月にはツールド・フランスに4年ぶりに出場。第4ステージのチームタイムトライアルでは、 通算25勝目となるステージ優勝を飾り、アンドレル・デュックと並ぶ歴代3位体となった。その後は総合優勝したチームメイトのアルベルト・コンタドールのアシストを務め、アンディ・シュレクやブラッドリー・ウィギンスらライバルたちを徹底マーク。前世紀のような勢いはなかったものの安定した走りを見せ、4年のブランクがあったことを考えると驚異的な走りで総合3位に入った。なお、 通算8度目の表彰台、1位7回から3位1回は、レイモンプリゾール、1位0回マイナス2位3回から3位5回と並んで史上最多となった。また、ツールドフランスの期間中には、ラジオシャックをメインポンサーとする新チームの設立を発表し、2010年のツールドフランスにこのチームから出場することを表明した。2009年の10月には、 バドアイザーを製造するアンハイザー、ブッシュ・インベブ社と3年間の個人契約を結んだと報じられた。同社の低カロリー飲料、ミケロブ・ウルトラの広告に出演するよだという。2010年、自ら立ち上げた、チームレディオ・シャックから出場したツール・ド・スイスで、総合2位に入るが、ツール・ド・フランスでは、前世紀と違って序盤から何度か、落ち者に巻き込まれ、 その際に受けたダメージもあってか三岳ステージの第8ステージで大きく後退。最終的には優勝したコンタドールから39分20秒遅れの23位となり衰えを隠せなかった。2011年1月のツアーダウンアンダーを最後に再び第1戦から引退した。その後、ランスはエクステラマウンテンバイクを利用したオフロード版トライアスロンへの参戦を表明し、 引き続きトレック社のバイクを用いてアメリカチャンピオンシップで5位となった2011年10月23日ハーイマウイ島のカパルア地区で開催されたエクステラ世界選手権大会に参戦スイムを5位で通過上位入賞が期待されたもののバイクコースの終盤で落ち車し頭部を強打してしまう一時はリタイアの危機に瀕するものの無事に完走し 675人中の23位でゴールした。ゴール後のインタビューでは、もう少しスイムの練習をして来年戻ってくると、今後のエクステラ競技の続行を明言した。アームストロングがトライアスロン大会に参戦するという情報は、ロードレースに復帰した2009年からネット上で散見されていたが、実際の出場には至らなかった。しかし、 2012年2月、アームストロングはツイッターにて、への参加を宣言。世界中でに800万人を数える、ガン患者へ応援メッセージを送り、世界中の人々に、ガンへの関心を高めてもらうことを、今回の戦の目的だと表明した。同時に、トライアスロン大会においても、トレック社のタイムトライアルバイクを使用することが明らかにされた。アームストロングは、 復帰第一戦として同月12日にパナマで行われたアイアンマンパナマ70.3に出場。これはスイム 1.8km バイク 90km ラン 21km の合計70.3マイルで争われる大会であった。スイムは1位から34秒遅れの10位でクリア。バイクでは5秒遅れの2時間46分17秒2位でクリア。 バイクラップ自体は1位のがアームストロングを約15秒上回る結果となった。ランの途中でついに1位となり、クリスを1分以上引き離して首位に出たが、バイク4位から追い上げたアテネ五輪、銀メダリスト、北京五輪、銅メダリストに終盤で抜かれ、優勝は逃した。しかし、2位でゴールできたことや、ローランジャラベールとの再会、そしてパナマ市民の声援に感謝を示した。 また今後は10月にハワイ島の粉地域で開催される世界選手権を目指すことも明らかになっている。なお、アイアンマン大会のプロカテゴリーで世界選手権に出場するには世界各地での大会を転戦して複数のポイントを獲得しランキング50位以内になる必要がある。このためアームストロングは2012年だけで4月1日の アイアンマン70.3アメリカ選手権テキサス5月20日のアイアンマン70.3フロリダ6月2日のアイアンマン70.3ハワイ6月24日のアイアンマンフランスニースに出場する予定である4月1日に行われたアイアンマン70.3アメリカ選手権では地元であるテキサスでの開催ということもあり優勝への期待が高かったが 呆然としながら7位でゴールするという結果に終わった。ゴール時には自身のマナ娘がゲート付近で祝福しようと待ち受けていたが、アームストロングはそれに気づかず通り過ぎるという一幕もあった。しかしながら5月20日に行われたアイアンマン70.3フロリダではスイムラップこそ3着であったもののバイクで他の選手に10分以上の差をつける強さを見せ優勝した。 さらには、ハワイ島で6月2日に開催された、アイアンマン70.3ハワイでは、3時間50分55秒で、フロリダに続き優勝した。特にバイクで圧倒的な強さを見せ、総合タイムでも2位の選手を3分近く引き離す、独走を見せた。ドーピング問題でアームストロングは、家中の人となり、アイアンマン。 フランス出場を目前に控えていながら撤退を余儀なくされてしまう。このため、その後は地方の小規模な大会に戦いの場を移した。ウサガによる最低の翌日に当たる2012年8月25日、コロラド州アスペン、スノーマスで行われたマウンテンバイクの大会に出場した。また、同年9月30日にはサンディエゴのコロラドで開催された スーパーフロックトライアスロン大会に参戦。スイム 1.93km バイク 90km ラン 21.09km を3時間49分45秒のコース新記録で優勝した。2013年1月に自ら過去のドーピングを認めた後、アームストロングはマスターズ競泳大会4月後から7日、テキサス州オースティンに出場する動きを見せたが、 最終的に出場を取りやめた。アームストロングは40から44歳の部の自由型3種目にエントリーしたが、国際水泳連盟が素早く反応し、4日に米国のマスターズ競泳大会を統括する団体に対し、この台は世界反ドーピング機関参加であるとの文書を送付し、出場を認めないよう求めた。また、アームストロングは、 テキサス州オースティンに1.7エカー、約6,900メートルの広大な自宅を所有していたが、同年4月に会社経営者に売却したと伝えられた。しかしながらアームストロングは自宅を売り払った後も引き続きオースティンに住む意向を示しているという。2013年12月にトライアスロン選手のクリスマ・コーマックから1対1でのトライアスロンレースを申し込まれ、 本気なら電話遅れとツイッター上で公開返信した。自らの著書でも語っているが、少年期から二十代前半までの時期には、周囲との衝突を繰り返したり、レースにおける無謀なアタックをたびたび仕掛けたりと攻撃的で負けず、嫌いな性格だった。例としては、プロデビュー直後に出場した地中海一周レースにおいて、アームストロングの名前を別のアメリカ人選手、 アンディ・ビショップと混同して声をかけた、レのアルゼンティンに、対手技と別の名前、マウリツィオ・ホンドリエストで呼び返し、クソったれ、俺の名前は、アームストロングだ。このレースが終わる頃には、俺の名前を知ることになるさと暴言を吐いた件が、挙げられる。アルゼンティンは、世界選手権を制した経験を持っており、アームストロングの発言は通常では考えられない、ものであった。後日、 アルゼンティンとは和解している。しかし、ガンの戦いと、その克服、レースへの復帰、そしてツールド・フランス連覇を経験していく中で、彼は精神的にも大きく成長し、選手生活の晩年は、無茶なアタックをすることもなく、計算し尽くされた老練な戦略のもと、集団内で、ライバルの様子を伺いながら走るクレバーなタイプの選手となっていた。 プロとしての紳士的な一面も持っている。2001年ツールの第13ステージではカーブを曲がりきれず草むらの中へ突っ込んだウルリッヒをランスはスピードを緩めて合流するまでもあった。2003年の第15ステージでランスが落ち車し,した際に今度は逆にウルリッヒがランスの合流を待っている。これは2001年のことがあったからだとされている。ともすれば つまらない走りと評されることも多かったが、2002年は2日続けての頂上ゴール制覇や2003年の第15ステージのアタック、2004年には山岳だけで4勝を含む6勝、TT、チーム TT 含むをはじめとして、山岳ステージではたびたび激しいアタックを見せた。また2000年のツールドフランスで、マルコ・パンターニに僅差で敗れた際に、 ドーピング騒動からの復帰に敬意を表して最後は手を抜いたんだと発言してパンターニを激怒させたり、ョでは先に行けよとなれないイタリア語で声をかけたが、ノロマ。と聞かれてしまった。とも書かれている2004年のツールドフランスの第12ステージで死の今わにいる母のためにツールドフランスでの初勝利を渇望していたイバンバッソと一騎打ちになった時勝利を譲って 王者の貫禄を見せたかと思いきや、次の第十三ステージで再び一騎打ちになった時は、容赦なくスプリントして、ステージ優勝したり、ドーピングを自白しランスの薬物使用を示唆したフィリッポ、締めニのアタックを大差のついたタイにもかかわらず、即座に潰しにかかるなど、かつての攻撃的な性格の一端を垣間見ることが、できるエピソードは多い。一番大切な人は母だと語っており、 ただマイヨジョーヌのためでなくの中でも母は自分のために献身的に何でもしてくれたと感謝を表す文が何度も登場する。また最大のライバルとして何度も優勝争いを演じたウルリッヒについても引退後に選手として本当に大好きだったと愛の告白に近い賞賛さえ送っている。清掃主要にかかったため がんからの復帰後に凍結保存精子を用いた人工受精によって妻との間に男の子を2年後には双子の女児を授かった。しかし夫妻は5年間の結婚生活の後2003年に離婚。2005年9月には歌手シェリル・クロウと婚約したが2006年2月に婚約を解消したことを発表した。2008年には 女優ケイト・ハドソンと結婚間近と思われたが、破局。その後2008年12月、交際中の一般女性が自然妊娠したことを発表。翌2009年6月に男の子を授かり、合わせて4人の子の父親となった。現役時代、機材に対しては多くのプロ選手と同じく保守的な面を見せていた。 1991年、1992年、1993年、1994年、1995年、1996年、1998年、2011年、1998年、1999年、2000年、2000年2001年、2002年、2003年、2004年、2005年、2009年、2010年、楽しく、 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。